めちゃめちゃ前々から自分の拠点にレベル3ベンチを設置したいって言ってて、やっとではあるんですけど、拠点に設置しました。で、レベル3ベンチを置けたんで、装甲版のドアをクラフトしたいと思います。やっとこの拠点に装甲版の扉をつけられる。早速1枚つけましょう。で、まあ今回せっかくレベル3ベンチを置いたんで、火薬系を爆発物に変えてレイド行こうかなと思ってたんですけど、自分が抜きたい拠点がなくなっちゃってるんですよね。あそこに立ってた 2×2 の何階建てだったかな、2、3階建ての拠点で狙撃できる、まあ、窓枠とかがあって、そこからねボル枠で何発か撃たれて殺されかけたんですよね、この拠点の人たちに。まあ、なので C4 作って、まあ、壁抜きしようと思ってたんですけど、まあ、抜かれたか風化したか分かんないけど、拠点がなくなっちゃってます。この拠点は同じ人たちのところなのかな。まあでも黄色くか。そう、だから爆発物系を作ったとしても抜きたい拠点がないんだよね。まあまたいつも通り抜けそうな拠点を探してっていう感じになるのか。あそこの外壁、車がむき出しになってる。けど外壁削れてるところがあるわけではないね。風化し始めてるのかな。あの車、部品入ってるかどうか。仮に部品入ってたら、低質燃料積んでジャンクヤードに持っていき、スクラップに変えるのありだな。でもこれどうやって出んの？外壁の切れ間なかったら車、出れなくない？火炎放射器で一部燃やしてみるか。この辺り燃やしてみて、車で外出てジャンクヤード向かうか。まあ、風化しかかってるからね、もしかしたら、チェストからなんかアイテム取れるかも。前回に続いてこいつでファイヤーしましょう。この辺を燃やします。よお、火の外壁なんか久しぶりに燃やすの。目立つぞこれ。まあでもなんかはしごかけられてるからね、一回入られてるんだとは思う。だからまあ余り物とかかな、風化であったとしたら。うわ、低質燃料足りねえこれ。木の外壁って燃やすのにこんなかかったっけ。一応300持ってきたんですけど、うわ全然足りねえわ。低質500ぐらい必要じゃん。ちょっと持ってこよう。夜になると超目立つんだよな。日が落ちきる前に燃やしきらないと。あと164。おいよ。勉強になったわ。燃やすのに結構かかるっていう。400ちょっとで燃えきるね。燃やし方が悪いのかもだけど。これで壊れる。完全に車拠点だわ。あ、そっか、ロックされてるんだ。何考えてんだ俺は。じゃあ炸裂弾でこの拠点抜いて鍵取るか。風化はしてないっすね。で、車はこの門から出してるって感じなのか。多分走るよな、こいつ。思ったんだけど、結構この拠点美味しい気がするんだが。車でいろいろ探索してるってことだよね。多分、炸裂弾1スタックぐらいで抜けると思うんで、レイドして鍵奪っちゃいましょう。車乗らなさすぎて鍵の存在普通に忘れてたわ。めちゃくちゃ暗いんですけど、とりあえず準備できたので、炸裂弾1スタック。板金の扉に打ち込んでレイドしたいと思います。夜の間に抜き切っちゃおう。まあだいぶ明るいですけどね。では炸裂弾打っていきます。フラッシュライト消すか。めちゃくちゃ暗くなってきた。とりあえず1枚。
装甲版の片開き。待て待て、それは聞いてねえわ。そんな価値この拠点にあんのか。確か片開きって200発ぐらいいるよな。この緑色のやつなんだ、ワークベンチレベル3か。200発打ち込むかこれ。まあでもここまで来たらやりきりたいね。頑張るか。ということで、頑張ってですね、炸裂弾200ちょっとクラフトすることができました。まあ AK だったり、セミオートライフルで打ち込みたいと思います。邪魔はされたくないな。装甲版の奥にさらに扉あったら最悪だ。まずはセミライから打っていきたいと思います。耐久が壊れるまで。AK に変えましょう。壊れた。待って、ガレージドアあるんだけど、あと150発?壊れねえのかこれ。壊れた。火炎放題まであるやん。美味しくねえぞ。ちょっと待て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 、このロッカー壊して全く美味しくなかったらどうしよう。裏から抜いた方が早かったっていうね。びっくりした。全く音なかったからマジビビった。お、でも LR2 丁鍵手に入ったぞ。一旦持って帰ろう。奥見たら 100% うまいじゃんこれ。無事帰宅。とりあえず LR はゲットしましたね。ガレージドアを壊す前に、まあ、車の鍵ゲットしたんで、これ使って、あの車をジャンクヤードに運ぼうと思います。レイドのことはまたその後に考えよう。さっきの敵また来てそうだな。クリアリングをちゃんとしよう。この部品入れてたんだ。いるわ。やば。陰キャラやな。部品入れて、足りないんだけど。は?ふざけんなまじで。おい、部品足りねえぞ。またさっきのやつ来んじゃねえ。もうこいつマジでめんどくせえ。どこの拠点から出てくんだろう。あ、出た、欲しいやつ。物質入れて、よし、運転できる。これでジャンクヤード向かおう。めちゃくちゃ前見づれえじゃん、この車。低質燃料がそんなないんで、ショートカットしながら。これ、運転席あれか、走行版になってるのか。
マジで見えずれ。あ、やば、3級ライフルの音がする。迂回しよう。ちょ、木が邪魔で走れん。やばい、崖だ。やばいやばい、事故起きまくってんだけど。これたどり着けるのか。よし、やっと道路に出た。これでジャンクヤードに向かえる。まあでもそんな耐久は減っていかないっすね。ということでジャンクヤードにやってきました。こっから入っていって、この辺につけるんだよな。燃料抜いて部品も抜きましょう。操作できんのか。え、これどうやって操作すんの。あ、燃料がいるんだ。おお、で、え、どうすんだ。操作むずくない。上上げて、下下げて、え、燃料切れた。早っ。おいおい、ふざけんな、叩くもんねえぞ俺。あれ操作するのにめっちゃ停止使いそう。ドームまで走って原油取った方がいいのかな。ということで頑張って停止燃料集めてきました。73、これでやっと動かせるぞ。ちょっとだけ操作の仕方は分かった気がするんだよな。上上げて、引いて、下ろして、あれ、どうやってくっつくんだろう。何かを押さなきゃいけないのかな。くっついてない。どうやってくっつけるんだ。下ろして、え、どうすんのこれ。R でオンらしいっすね、磁力。これで OK なのかな。え、あげれねえんだけど。おお、え、バグこれ。え、ちょっと待って、持ち上がったんだけどずっと持てない。何これ。 R 押して磁力オンで持ち上げて、え、持ち上がんねえんだけど。ああ、何、バグえぐいやん。は、ああ、行け、入ってくれ。シュート。これで R を押して離すのか。入った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 。どうなんのどうなんのどうなんの。おお、スクラップ落ちてきた。常勤金属片。え、スクラップ75だけ。こんなに頑張ったのに。え、全然手に入んないじゃん、マジで。で、提出燃料もだいぶ持ってかれましたね。まあ経験として一応車をスクラップに変えることはできたんですけど、そんなに美味しくはないな。まあでもそっか、そんな美味しかったらみんなやるもんな。けどこれ乗ってる最中殺される可能性あるからリスク高いっすよね。で、操作も結構難しかったしこれ。まあということで、今回レイドして車奪ってそれをスクラップに変換したんですけど、炸裂弾合計何発撃ったかな。264発ぐらい撃ったのか。撃って LR2 丁ゲットしたって感じですね。
まあそんなに美味しくはなかったんですけど、まあ拠点抜きできてよかったです。でちょっとね、次回の最初に、まあ、あの拠点抜き切りたいんで、もう拠点にねほぼ異様ないんで、異様集めてあの拠点のタンス、取るとこからスタートしようかなと思います。まあ、多分あそこ抜き切ったら美味しいと思うんだよね。